岡本征服1月19日から1945年8月15日は日本の陸軍軍人。最終階級は中九1936年の帝国国防方針改定の主務者。1945年6月頃、岡本はスイスの国際決済銀行理事で横浜賞金銀行員だった北村光次郎を呼び、アメリカに 和平の希望があるのならそれに応じる用意があるという前提で北村及び同じく国際決済銀行河瀬部長の吉村忠の二人で和平工作に当たってほしいと依頼する。北村はスイス講師の加瀬俊一の内諾を得た上で7月に入ってから国際決済銀行顧問だったペールヤコブソンを介してアメリカの情報機関戦略情報局 Office of Strategic Service 略称 OSS。現在の CIA でスイス支局長だったアレンウェルシュ・ダレスと接触する。ダレスからは日本の叱るべき筋から幸福受諾についての公式な表明があれば直接交渉の接触に必要な準備を取るという反応を得る。これを受けて岡本は7月18日に陸軍参謀総長の梅津義次郎宛に 意見具信の電報を送ったとされる。カ瀬セコ氏もこれを受けて、スイスにおけるダレスとの和平工作を説明する電報を外務省宛てに送った。しかし、岡本の電報は、梅津の目に触れていなかった可能性が高く、外務省はソ連を介した和平交渉を最優先としていたため、この情報が生かされることはなかった。一方、アメリカ側では、 ポツダム会議前後の7月13、16、18日、8月2日付で、ダレスから統合参謀長会議や国務長官に宛てて、ヤコブソンからの情報が伝えられた。とりわけ8月2日付の報告では、岡本や加瀬が日本に和平を促す電報を打ったこと、在スイス日本人グループは、 ポツダム宣言を戦争終結への道筋を示した文書と評価した電報を日本に打ったことが記されている。彼らは日本政府が何らかの決断を下すことを期待していること、日本のラジオが伝える内容は指揮を維持するための宣伝なので真に受けぬよう求めていること、公式回答はラジオでなければ何らかのチャンネルで伝えられると見ていることが述べられている。最後の報告に関しては、 これをトルーマン大統領やバーンズ国務長官が読んだという証拠はない。仮に彼らがその存在を知っていたとしてもトルーマンは日本が無条件降伏を拒否することを予期し当初から交渉に応じる考えはなかったという見解も唱えられている。8月12日にスイス公使館付部官名で天皇のご意に関する各国の反響という電報が陸軍省に届けられた。 この中にはアメリカ政府は民主的政府樹立のために天皇が障害とならないとみなしていることやイギリスの元中日大使であるロバート・クレイギーがアメリカが日本国内の混乱を避けようとするなら皇室の維持は絶対に必要と語ったことなどが記されていた。長谷川武氏はこの情報は武漢から宮中に伝えられたと想定できるとしている。岡本は自決にあたり 和平工作の資料を残すよう手続きを取ったとされるが、それを引き取った補佐官が戦後焼却処分としたため、現存していない。ありがとうございます。